南シナ海で黒潮潜水艦が突如として現れました。護衛艦加賀、後米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時でした。今となっては後出しになってしまいますが、当時のチャンネルでかつて言っていたように、潜水艦が海底にいることがわかりましたね。潜水艦が海底にいる、と言った3日後。当時の防衛大臣、小野寺氏が、15年も前から、南シナ海での訓練を行っていた護衛艦加賀の海底には黒潮が任務を遂行南シナ海で極秘任務についていたということを発表しました。なぜ今頃発表と考えてしまいますが、実は黒潮は旧型の潜水艦その旧型でも南シナ海まで潜航しつつ中国海軍にも発見されず、このタイミングという場面で発表したのです。これは、もう、抑止効果としか言えませんね。ただ、そう、流型潜水艦が、もう一隻海底にいたのではないのか?と、そんな気がしているのも事実です。そう。流型潜水艦の潜航深度は、旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは当然で、この潜航深度は、極秘扱いになっている1000メートルは、潜れるという、人や500メートルがいっぱいという話などもあります。実際には、その潜航深度は、謎のまま、未だに議論が繰り広げられています。個人的には800メートルと考えている、最新鋭の鋳、硫や闘硫などリチウムイオン電池搭載艦ともなると、深く潜れるのではと考えますが、この潜航深度は、そのまま変わらないだろうとも思います。難しいところです。ただ、そう、流型潜水艦の次、最新鋭潜水艦では変わってくると考えます。通常動力型潜水艦でトップ、原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいることでしょう。静粛性は実質トップと言えますね。リチウムイオンを搭載した汚流の引き渡しに備え、性能を改めて見ていきましょう。日本には潜水艦が数多くありますが、汚流の出現が今までの潜水艦の歴史を変えました。汚流派2018年10月4日に進水式を終えたばかりの比較的新しい潜水艦。本当の活動はまだまだこれからですが、日本の本気の忍者が完成したのだと考えています。しかも、海底の忍者です。ちなみに、汚流の建造費は660億円だったそうです。費用を見るだけで、いかに力を入れて開発されたのかがわかりますね。さて、この汚流の出現とは、一体、どんな意味があるのでしょうか?高性能な潜水艦は、自国より、むしろ、他国への脅威となるはずです。つまり、日本の周辺国、中国、韓国、ロシア他にとっては、かなり目障りな、驚異的存在だと感じることでしょう。なぜなら、日本に近づくとしたら、空か海の両方を突破しなければならないのですから。忍者汚流なら、海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるでしょう。自分たちの見えないところ、潜む見えない敵。これほど、恐ろしいものはないでしょう。ここで、汚流に関する中国メディアが書いた記事を紹介します。その中には、実に気になることが書いてありました。三菱重工神戸造船所で、10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式、及び進水式が開催されました。この潜水艦の名前は、
王竜、そう、竜型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が、世界で、初めて、リチウムイオン電池が搭載された、軍用潜水艦という事実です。中国の無料で利用できるニュースアプリである、今日頭上波19日、王竜に関連した記事を載せました。そして、リチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのか、と啓発しました。これまでの、そう、竜型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって、新たにリチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが格段にアップしたようです。日本は近年軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法のもとにありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。といった内容でした。また、キジハオウリュウが使用しているリチウムイオン電池についても説明しています。このリチウムイオン電池の発明に関しては、日本人の吉野彰氏が2019年のノーベル化学賞を受賞したことも記憶に新しいですよね。リチウムイオン電池は多くの電気自動車にも使用されている電池です。蓄電量は普通の電池の3倍と言われていますから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは効率的と言えるでしょう。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずです。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もあるので、どうしてこんなにいいものを中国では採用しないのか、という疑問が出てくるという指摘もありました。今日頭上の記事は、中国で採用しない理由について、リチウムイオン電池には発火しやすいという、致命的な欠点があるためと説明しています。確かに、リチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実です。海底で活動する潜水艦上での火災は命に関わる大変な事故になりますから、発火の恐れがある電池の使用はしないというのは理解できることです。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題、予算など、のせいで、長い間採用が見送られてきました。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性は、ずっと以前から確認されていたと、報道されています。ということは、結局、中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って、信頼性に欠けるというのが、正直なところなのかもしれませんね。中国の別のメディア開始新は、10月24日、王竜については、15年進んでいると言われるが、この間には、致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しました。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されていますが、その大半は日本製と言われています。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで、艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くなります。言うまでもなく、敵に発見されないことが、潜水艦にとっては最重要です。潜水艦の位置を確認する方法の一つが、ソナーマンによる機体の音の補足なのですが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然ですね。つまり、リチウムイオン電池が、音を小さくしてくれるということです。記事は、これらのメリットを認め、東方の大国、中国よりも、
15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら、中国国内の危機感を示しています。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在するという指摘をしているのです。それが、リチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがあるということで、万が一安全問題が起きてしまえば、どんなに高性能な潜水艦だったとしても無意味であると主張しています。ちなみに中国共産党局はインターネットニュース情報源機関のリストを交付しています。インターネットを通じて独自のニュースを配信できるのは指定された135つのメディアのみで、この機関以外から発信されたニュースを記載すると法で罰せられるとのことです。これら以外のニュース報道機関は指定されたメディアから連載して掲載するしかなく、ニュースの独自性はどんどんなくなってしまいます。そんな厳しい中国だからこそ、記事に書かれていることは絶対で信じて疑わないという姿勢があるのかもしれませんね。インターネットはもちろん SNS も監視されている国。実際、中国へ旅行した時、日本にいる家族や友人との連絡手段がないことにかなり驚いたことを覚えています。特に海外の情報は外の様子を国内に入れてしまうことになるので、メディア規制をしている中国政府にとっては慎重に扱うべき事項。それをこのように堂々と報道しているので、特に考えもないことがわかりますね。それに続けて、2013年1月には日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題はその後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは現段階では判別しがたいとも言っています。とはいえ、2013年4月には日米当局がアメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可していますから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと言ってよいと思われます。それにしても、どうして日本は発火などのリスクを承知でリチウムイオン電池を使用するのでしょうか。この記事は、日本は原子力潜水艦を所有できないので、強まっていく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じました。ここまで強硬な思いを掲載しているあたり、中国の本気具合を感じますね。そして記事の最後には、中国の原子力潜水艦は言うまでもなく強力だが、残念ながら艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、放流に対する危機感を示していました。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは世界でも初の試みですから、中国だけではなく世界中から注目されることでしょう。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ、つまりやはり日本のものづくりに対する徹底した真摯な意識があるからではないでしょうか。日本の技術は世界でもトップレベルですものね。今あるものを真似して同じようなものを作るだけでもっと高度なものへという発想がなければ、いつになっても追いつけないでしょうし、追い越すこともできないと思われます。
大ゲイ型人ゲイ、潜水艦が浸水を終え、白ゲイ潜水艦が就役することし。VSL 実装実験潜水艦建造も決まっています。今回は、海上自衛隊の潜水艦建造計画は、年に一隻建造するのかを詳しく見ていきますね。一隻800億円は、原子力潜水艦を導入するよりも、はるかにコストカット、しかも最強の潜水艦です。2022年12月に、いわゆる安全保障関連の3文書を、日本の岸田内閣は、改定した上で、閣議決定を行い、2023年度の防衛予算案から、これを大幅に増額していく、方向を打ち出したことは、戦後の防衛政策の一大転換点となった。ここにおいて、5年後の2027年度には、防衛予算額は、およそ11兆円を超過し、対 GDP 比率でも、これまで目安とされてきた 1% から、倍増の 2% 以上となることが予想され、NATO 加盟国が掲げる目標値にも迫るものと報じられている。ここまで、急激な防衛政策の転換が行われた背景には、当然、昨年2022年2月に正起した、ロシア・ウクライナ戦争の余波が大きいと思われるが、政治的には、不足分の財源を増税で賄うとの示唆もあり、そちらは、おおむね評判は、芳しくない。実際に、増税で、防衛費の増額を行うのか否かは、今後の政治的な環境や、日本を取り巻く、中国、ロシア、北朝鮮といった仮想敵国の軍事装備の状況が、大きなポイントになることは、間違いないことは確かだろう。そうした中で、日本の防衛力として、中核を担うと考えられているのが、海洋国家としての海上自衛隊の存在であり、周囲に広い領海を抱える国家として、各種の艦艇を中心とした戦力の整備が打ち出されている。現在の予定では、海上自衛隊の艦艇群の目安としては、護衛艦54隻で、うち10隻がイージス護衛艦。これとは別に、ミサイル防衛用のイージスシステム搭載艦が2隻。そして、哨戒艦12隻の新造という、水上戦闘艦の体制が示されている。そして、数としては、これまでと同様に、22隻体制を堅持することになっているのが、海上自衛隊の潜水艦隊であり、こちらは、昨年2022年3月に、最新鋭の大ゲイ型潜水艦の1番艦、大ゲイが就役を果たしたことで、達成されている。すでに、大ゲイ型は、2番艦の、ワクゲイが、2021年10月に、3番艦の、ジンゲイが、2022年の10月に、それぞれ浸水を迎えており、予定では、前者が、今年2023年3月、後者が2024年3月に就役を迎えるものと召されている。このように、1年に1隻ずつの新造された潜水艦が計画通りに就役を果たす場合、22隻体制を超過することになってしまうため、これからしばらくは現行の中で最も旧式な親潮型9隻からの退役もしくは、艦種の変更が予想される。2023年2月の時点では、海上自衛隊の潜水艦隊22隻の内訳は、親潮型が9隻、双竜型が12隻、大ゲイ型が1隻で構成されており、すでに、最も旧式の親潮型は、2隻が、練習潜水艦への変更が行われている状態である。さて、最新鋭の大ゲイ型であるが、基準排水量は3000トン、全長は 84.0 メートル、全幅は 9.1 メートルの規模を持ち、水中排水量等は公表されてはいないが、通常動力型潜水艦としては、世界でも最大規模の艦艇だと言ってよいだろう。
タイゲイ型は、この艦隊に、川崎重工業社製の 12V2525SB ディーゼル機関を2機と、リチウム4蓄電池、そしてモーターを搭載する、ディーゼルエレクトリック方式であり、最大出力6000馬力で、水中速度は、およそ20ノットを発揮する。現在浸水を迎えている3番艦の、ジンゲイまでは、先に挙げた川崎重工業社製の 12V2525SB ディーゼル機関を搭載するが、その後の4番艦以降は、同社製の新型の2531ディーゼル機関の搭載に切り替えられる予定である。現在の海上自衛隊の潜水艦の中で最新鋭であるタイゲイ型の、こうした機関構成は、毎級である、そう、竜型の11番艦である、王竜以降に採用されたもので、リチウムイオン蓄電池を採用した世界唯一の量産された、軍用潜水艦となっている。今後は、韓国海軍が、同様に、リチウムイオン蓄電池の搭載潜水艦を収益されると予想されているが、2023年における現時点で、収益を行っている艦艇としては、そう、竜型の後期の2隻と、タイゲイの3隻のみという状況である。ちなみに、海上自衛隊が実戦配備中の潜水艦の機関の構成は、サイコさんの親潮型が、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターを用いた、いわば潜水艦が登場した1世紀以上前からの伝統的な形式を採用している。続く、そう、竜型の1番艦から、10番艦までの10隻においては、これが、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターに、さらに、スターリング機関を加えた非対機依存推進を実現しており、当時は、通常動力型潜水艦としての先進性が評価されていた。この、そう、竜型の10隻は、通常動力型潜水艦の泣きどころとも言うべき水中航行時の動力を、モーターのみでなくスターリング機関も併用することで強化しようとした試みだったが、結果としては、短命に終わったと言うべきだろう。これは、搭載する蓄電が、鉛製から、リチウムイオン製のものへの変更を実現できたことが、大きいと追われており、後者は、前者よりも、大電力を持続して供給することが可能で、かつ、密る時間も、短く満つる放電の回数にも優れている。こうしたリチウムイオン蓄電池の鉛製蓄電に対して持つ優位性は、その登場時から判明してはいたものの、非常に発火しやすいという難点があり、軍事用の艦艇に搭載するには、その点をいかに防止するのかという点が課題であった。そう、竜型の場合、日本の GS 湯浅社がそうした点に、配慮されたリチウムイオン蓄電池を完成させたことに加え、潜水艦の艦隊を手掛ける三菱重工業の長年のノウハウもあり、安全性が確保されたと言えるだろう。しかし、ここまで技術的に進んできたと、おぼしき海上自衛隊の潜水艦の機関構成だが、2021年9月に、オーストラリアがアメリカ・イギリスとの間で、新たな軍事同盟である、オーカスを締結したことが、日本にも大きな議論を呼ぶこととなっている。オーストラリア海軍は、このオーカス締結の一環として、アメリカもしくはイギリスからの技術的な支援を仰ぎ、攻撃型の原子力潜水艦をこれまで進めてきたフランスとの協業による、通常動力型のアタック級潜水艦に変えると表明したからだ。いかに通常動力型の潜水艦の機関部が進化を続けているとはいえ、原子力推進に比較すれば、後者は事実上燃料補給の必要がなく、長期間の航行が可能であり、さらに水中での移動速度も軽く30ノット以上をマークするなど、性能は高い。そのため、搭乗員の食料や体力面が許せば、原子力潜水艦は、極めて長期間にわたって、
連続潜航を行うことが可能で、切れ、ゆえに、長大な航続距離を一切浮上することなく行動できることを意味しており、確かに驚異的ではある。しかし、原子力潜水艦は、それゆえに、搭載する小型の原子炉を製造するという、技術的な課題や、通常動力型の潜水艦に比して、圧倒的に、建造費が高額であるという問題もあり、海上自衛隊に必須かといえば、疑問符はつくだろう。例えば、大鯨型の一番艦である、大鯨の建造コストは、およそ800億円ほどとされているが、アメリカの攻撃型原子力潜水艦である、バージニア級は、少なくとも、5000億円以上と目されており、火力6倍以上に相当すると思われる。現在の海上自衛隊が構築している潜水艦隊の22隻体制を、バージニア級などの攻撃型原子力潜水艦が3から4隻で代替可能とするならば意義はあるかもしれないが、訓練や整備のローテーションを考えればまず無理だろう。そう考えれば、通常動力型の潜水艦に比べ、原子潜水艦の持つ長大な航続距離や連続潜航時間、そして高速性能には大きな優勢があることは事実だが、果たして海上自衛隊が保有、運用することが現実的かは、まだまだ議論を重ねる必要が感じられる。日本はもちろん、世界各国で、通常動力型潜水艦に、リチウムイオン電池を採用する艦艇が増えてきました。今回は、海上自衛隊で、すでに搭載されている、燃料電池について見ていきたいと思います。もちろん、リチウムイオン電池の先輩にあたる、スターリングエンジンも優秀でした。と言っても、時代の趨勢、趨勢でよりパワーアップした製品が求められるのは当然でしょう。結果として誕生したのがリチウムイオン電池です。電気自動車などで利用率が高まっている水素エンジンも今後はどうなるか、ひょっとしたら搭載されるかもしれませんね。海上自衛隊の潜水艦白鯨8中期防衛力整備計画26中期防に基づく2018年度計画3000トン型潜水艦8129号艦として計画されました。2019年1月25日川崎重工業神戸工場で起工、2年後の2021年10月14日同工場において命名式、進水式を終わりました。日本も毎年最新鋭潜水艦が次々と就役しているようですね。前述の通り、最新鋭潜水艦にリチウムイオン電池が搭載された理由について深掘りしていく予定ですが、他の様々な次世代電池も採用予定だったのかについても探っていきたいと思います。国防の一翼を担う海上自衛隊潜水艦には謎はたくさんあります。まず艦隊に使われている合材から推理すると、結構深く海中に潜れるのでないかと思われるのですが、実際は機密情報ですから、勝手な想像の域を出ませんね。潜水艦の潜水深度、水中速力、連続潜航時間のデータは最初から非公表です。何度も言うように、最高機密ですから、力は推測するしかありません。通常動力潜水艦では、世界最高水準にあると言われている、海自潜水艦について、
推定されているデータを紹介していきましょう。2021年9月時点で海自最新鋭とされている潜水艦は大芸型です。大芸型潜水艦はすでに就役して活動していますが、最新のものは、そう、竜型潜水艦の中でリチウムイオン蓄電池を搭載した11番艦オウリュウ、呉基地所属第1潜水隊群第3潜水隊と12番艦東流、横須賀基地所属第2潜水隊群第6潜水隊の2隻ということです。ちなみに、そう、竜型潜水艦のサイズですが、全長 84.0m、最大幅 9.1m、水中排水量4200トンという大型通常動力潜水艦です。このシリーズは、10番艦昇竜までは、非待機依存推進、AIP のスターリング機関を搭載したディーゼルスターリングエレクトリック方式を採用していました。しかし、オウリュウ、トウリュウの2艦は、ディーゼルエレクトリック方式に変更され、リチウムイオン蓄電池が搭載されています。実は、そう、竜型潜水艦の当初計画では、先行中動力として、燃料電池の搭載が検討されていたのですが、この事実は、あまり知られていないようです。この燃料電池とは、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことです。一般的に使用されている、乾電池などの二次電池と異なり、様々な燃料を補充することによって、永続的に発電可能かつ、発電効率の高い電池として、各方面での研究が進められているのです。防衛省防衛装備庁、旧、技術研究本部は、最初に、ナトリウムアマルガム燃料電池採用を検討していたのですが、使用する水銀が、大量に必要となったため断念しました。水銀は健康被害や廃棄などにも問題がありますからね。そして酸素、水素型電池の開発に方向転換し実用化にこぎつけましたが、潜水艦への搭載にあたっては燃料である液体酸素の取り扱いが不安視されたのです。こういった経緯から、そう、竜型潜水艦には、AIP であるスターリング機関の搭載が決定されました。その一方、当時の技術研究本部では、同時に、次世代潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発にも着手していたそうです。では、リチウムイオン蓄電池のメリットを紹介しましょう。鉛蓄電池の欠点だった。水素ガスの発生がありません。エネルギー密度が2倍以上で、1.5 倍以上の繰り返し満る放電回数を叩き出しています。充電時間も短縮し、放電による電気容量低下も少なく、長時間の効率放電が可能となりました。つまり、潜水艦に搭載する蓄電池として優れた特性を多数持っていると言えましょう。開発当初、リチウムイオン蓄電池は、そう、竜型5番艦から搭載する予定だったのですが、大芸型からの搭載に変更されました。そして、結局は、そう、竜型11番艦オウリュウから搭載されることになったのです。搭載するにあたって、方法が2つ考えられました。一つは、そう、竜型のスターリング AIP 機関を維持したままで、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法。二つ目は、スターリング AIP システムも含めて、リチウムイオン蓄電池と置き換える方法です。二つの方法を検討した結果、AIP も含めて、すべてを置き換えた場合、コスト高にはなりますが、水中出力が大きく、連続潜航時間も長くなるというポイントから、すべてを置き換える方法が採用されたのです。
潜水艦用にあるようなリチウムイオン蓄電池採用によって様々な面で高スペックにとなったと思われますが、実はスターリング AIP システム搭載艦と比べると軸馬力が8000馬力から5600馬力に減少しているのです。ですから鳳竜、東竜は10番艦までと比べると水中での瞬発的な最大速力は20ノット時速 37km から18ノット時速 33km に低下してしまったということになるのです。とはいえ鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は短く、10番艦までは最高出力20ノットになるのがたった5分間ですし、連続潜航時の水中最高速度は16ノット止まりとされています。リチウムイオン蓄電池は長時間持続的に高出力を発揮可能ですから、鳳竜、東竜の連続潜航時の水中速度は18ノットを維持できますし、連続潜航時間は10番艦までは2週間でしたが1ヶ月に伸びているのです。原潜は半永久的に潜航できますから比べれば物足りないかもしれません。しかし人間が乗り組んで運用する以上、半永久的といえども食料補給や乗組員の休養のため定期的に浮上することは必須条件です。1ヶ月連続で潜航可能ならば十分でしょう。従来まで使っていたディーゼルスターリングエレクトリック方式の夕方ではフル充電にはシュノーケル航行時間が5から7時間必要と見られますが、リチウムイオン蓄電池は急速充電ができるので2から3時間で可能です。ということは作戦運用上のシュノーケル航行時間が大幅に短縮されますから、敵から発見されるリスクも軽減しているということになります。実は潜水艦の最大潜航深度については最重要で最機密と言われる性能です。ですから防衛省が公表したわけではありませんが、夕方の潜航深度は 600M から 700M と予測されているようです。さらに夕型艦隊には NS110 鋼材という世界でも最高水準の鋼材が使用されていますから、理論上は 1000M の水圧にも耐えられるはずなので最大潜航深度は 900M までは可能とも推測されているようです。ちなみに海外の通常動力潜水艦でも輸出タイプのものは性能が概略ですが公表されています。最大潜航深度については、ロシアのキロ級潜水艦が 300M 程度、ドイツの209型は 300M、214型でも 400M 程度と記載されています。原子力潜水艦での最大潜航深度は 500M から 700M と推測されますし、アメリカの高性能原子力潜水艦シール普及などは 900M から 1000M と言われているようです。アメリカ海軍の主力であるロサンゼルス級原子力潜水艦の最大潜航深度は 600M と言われていることから推測しても、夕型や次世代の太平洋型潜水艦の最大潜航深度は原子力潜水艦と比較しても遜色ないことがわかると思います。つまり中国やロシアの原子力潜水艦にも十分に対抗できるスペックを持っていると判断されるのです。また、潜水艦においては、一番重要な性能は静粛性と言われます。海中に潜んで、自分の存在を察知されずに活動するのが第一義ですから。この静粛性についても、海自の潜水艦は、世界でもトップクラスです。もちろん、乗組員も、任務を厳しく自覚して、敵のソナーマンに音を捕捉されないように静かに行動しているはずです。その点、賑やかな中国の原潜と比べると、乗組員についても
潜水艦自体にしても、スペックははるかに優れていると断言しても良いという声があるようです。